にちは、アルです。さあ、今回はですね、バイオハザードの噂調査団なんですけれども、今回は窓に木材を貼り付けていてもゾンビを見ていると入ってくるかなっていう噂があったんで、それを確かめてみたいと思います。で、木材っていうのがこれなんですけれども、これをね、窓にこうペタペタって貼ることによって外からゾンビが入ってくるのを防ぐっていう効果があるんですね。だがしかしっていうところなんですよ。で、今回用意するものはこの木材一つと生きのいいゾンビ一匹なんですが、これの外にね、ちょうどここに生きのいいゾンビがいるんで、はい、この窓ですね。この窓にここにじゃあ木材を貼り付けます。いきますよ。じゃーん。これで本来なら外から入ってくるゾンビを防げるっていうものなんですね。じゃあこれでずっとここで見てるとこの木材が取れるっていう噂なんですよ。大丈夫かな。どうかな。大丈夫そうですね。大丈夫そうだな。まずね、ガラスがまだ割れてないですね。このガラスも割れるんですよ。ちょっといろいろしてきたらガラスが割れましたね。この状態でずっとこの前にいると割れるらしいんですよ。このね、木材が取れるみたいなんですよ。いやー、さすがにこの安全グッズをね、あれ、おらんくなった。おお、いましたね。あれ、おらんくなった。この階段ちょっと登るとおらんくなるね。じゃーん。じゃーん。あれ、繰り返しちゃったら取れるのかな。ちょっと階段を登るといなくなります。ちょいいますね。これ取れたら安全装置の意味がないんですけどね。つかまれたら取れるかもしれんな。ちょっとつかまれてみましょうか。あ、つかまれんのか。つけてまーす。撃てんかな。ごめんごめん。撃てるのは撃ってるんですね。やっぱりこれは安全なのかな。
どうやら木材は一度窓に貼り付けるとちょっとやそっとや取れないみたいですね。多分これは大丈夫かな。ぴょぴょん、どっから出た噂だったんだろうな。オッケー、ありがとうございます。じゃあ今日はゾンビと二人でお別れです。じゃあねー、バイバーイ。